日本スーパーフライ級の第7位、大橋スポーツのホープ川島勝重。おととし全日本新人を決勝で負けてから8連勝中です。こちらはフィリピンランカーのガスタドール。第1ラウンドはほぼ互角の展開でした。両者立ち上がって第2ラウンドです。バンタム級の10回戦、沼さん、第1ラウンドの両者の動きはどんな風に、はい、まあ、いい動きしていると思いますね、ただその川島の方がですね、はい、はるかそのスピード、パワー的に 上ですよね。そうですか、はい、前回のデュセランと比べて今日のガスタドール、川島にとってどうですか、やりにくさという点では。まあ、多少その身長があるということで、リーチがあるということで、はい、なかなかそのいきなりね、懐に入って攻撃できない部分、ちょっと苦しいところもあると思いますよね。デュスランは日本に来るのは3度目です。過去2度、いずれも判定で敗れています。フィリピンのランカー、今日の川島勝重の相手。ボディー、最後のボディー、右から左。そうね、川島もタイアッパー打ってますから、行くときには、そのね、5、6発まとめてその、はい、打つようなボクシングを見せてもらいたいですよね。そうですね、はい、本人も今回はコンビネーション、一発ではなくて3発4発まとめて打ちたいんだという話をしていました川島。まあ、一発パンチ狙ってもなかなかその当たらないし、はい、倒れないですからね。そうでしょうね、ここまでは非常に落ち着いた動きの川島です。おお、今の右はカストだけ、小さくガスタドールパンチを返してきます。まあ、ガスタドールですけど、はい、まあ、手は出してるんですけども、まあ、パンチ力がないですから、はい、タフサークの、ね、パンチないということ で、そ う、 です、うまくその川島もね、その辺その辺をうまくついてですね、はい、攻撃に結びつけてもらいたいですよね。前回8月に対戦したデュセランは結構思いっきりパンチ打ってきて怖いなという感じありましたけどね。まあ、そうですね、そのパンチがあって、いわゆるその思いっきり打ってくる選手というのは気が抜けないですから、そのあたり本人もちょっと警戒しすぎたかなという話をしていました。さあ、果たして大きな右、リフック顔面を捉えた。しかしガスタドールもボディ返してきました。まあ、今のね、ガシマのその右フックで、まあ、多少そのね、オープンブローだったですよね。あ、そうですか、はい、大きな右フックを一発当てました川島。川島この距離で懐に入ってますから、左アッパーでもフックでも打てる距離ですからね。そうですか、見ちゃダメですよ、見ちゃう、はい、さあガスタドールサイドパンチ、それほどパンチ力はありませんが、こちらもまとめてパンチを打ってきます。右、あーあーあー、いいストレートですね、はい、一発でダウンを奪いました川島。前回も右一発でダウンを奪いましたが、まあ、今のパンチ、上に打つパンチで、左右深かったら右ストレートです。そうでしたね、はい、はい、第2ラウンド川島、ここでゴングです。ゴングに救われた格好のガスタドール、川島ダウンを奪っています。大橋スポーツのホープ川島、今回は3ラウンドか4ラウンドで決着をつけたいと話していましたが、第2ラウンド早くもダウンを奪っています。そのダウンシーン、左が空を切ったんですが右が大きく伸びてきました。この右です、はい、左のアッパーですね、フェイント気味に打ってですね、右ストレートですね、はいはい、非常にタイミングよく右が入りました。ダウンを奪っている川島、第3ラウンドに入っています。まあ、今のね、はい、右ストレートでダウンを与えたんですけども、やはりその左のね、フェイントですね、はい、これが生きてますよね。そうですね、はい、今回は左の使い方が課題という話をしていた川島。ここまではいい立ち上がりです。大きな左、おっとガスタドールのパンチ返してくる、ガードの上、お最後連打ボディです。ガスタドールもそのダウンを打ったということで、勝負かけてきてますよね。そうですね、はい、このラウンド手数を出してきますガスタドール。ただその川島のガードは硬いですよね。そうですね、しっかりしてますね、ボディ左のボディです。ボディも一発、このボディが有効。しかしガスタドールもボディ返しました。なかなかいい打ち合いになってきました。第3ラウンド、大きな右、ここまでは川島いいペースで来ています。第2ラウンドにはダウンも奪っています。
まあ、あの川島ですけども、はい、スピードもそこそこありますからね、もしくはその左の使い方ですね、アパートも服でも、はい、これを覚えるともっともっと伸びる選手ですよ。あ、そうですか、はい、大処理ガストドールも返してきました。現在日本ランキング第7位、大きな右フック、タイミングを図って大きな右でした。まあ、角度的に、ね、いい右フックですけど、はい、ちょっと狙いすぎてますからね。そしてボディです。やっぱり左から生かしてですね、これをよく使えばですね、倒すことができると思います。あ、そうですか。やっぱりどうしてもその一発パンチというのは相手もかなり警戒しますからね。今のもコンビネーションボードですね。今の受け倒しました、はい、2度目のダウンを奪っています。ガスタゴール勝てるか。カウント7-9で立ち上がりました。カウント9で立ち上がりましたガスタドール。さあ川島チャンスです。この辺でコンビネーションで一気に行きたいです ね、川島チャンスですから、はい、さあコンビネーション、さあスピードのあるパンチだ。しかしガスタドールも懸命にパンチを返します。フィリピンランカーガスタドール、まあガスタドール強く手出してるんですけど、パンチは一発も当たってないですね。このラウンドもダウンを奪いました川島。まあそれにしても川島のね、ガードは硬いですよね。そうですね、しっかりしてますね。とにかく非常に身体能力が高い、ハートも強い選手だと大橋会長、松本トレーナーともに話していました。第2ラウンド、そしてこの第3ラウンドとダウンを奪っています川島。ボディー、ナイスボディですね。ナイスボディが入りました、左のボディ。そしてワンツー、さあ効いてるかな、ワーリーだ。またしても右でダウンを奪いました。今度は無理か、ガスタドール。カウントアウト。予告通り第3ラウンドでナックアウト。川島勝茂見事な KO でした。第2ラウンドでダウン、そしてこの第3ラウンド2度のダウン、2度目で見事カウントアウト。これで川島は15戦しまして14勝 10KO1 敗ということになりました。いやー、大沼さん、見事な、はい、今日は勝ちっぷりですね。まあ、そうですね、まあ、左を生かしてですね、そのコンビネーションごとが生きたですね、はい、本人も今日は一発ではなくてコンビネーションで倒したい、3発4発まとめて打ちたいと話していた川島。いよいよ来年の春には世界ランカーとの対戦が控えています。いや、来年はこれ今さんね、川島大いに期待が持てそうですね。まあ、そうですよね、楽しみしてますよね。そうですね、はい、元世界チャンピオン大橋スポーツのホープ川島勝茂、今日はフィリピンランカーを見事3ラウンド KO で破っています。今日の解説は沼田義明さんでした。沼田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。